さあ今日はですね、出張してきております。今日同行していただくのはこちら。こんにちは。こんにちは。ナオさんです。ナオシです。お世話になって、いいえ。今回エスコートじゃないから。あ、なるほどね。そう、俺がプライベートで釣りするよって言ったら、うん、徳さんが来るって言っただけだから、うん、そうです。それを撮影していいですかって言ったね。エスコートはちゃんとしようと思っていろいろ計画してたんだけど、待ちきれない徳さんがね。はい、そうです。東京便取ったところですね。ね、なんとですね、1ヶ月先のチケットは間違えて取ってることを当日に気づいたというですね。よかったね、席が満席じゃなくて。本当ですよ。今回の釣りはメインは明日ですから。明日ね今とあるところで釣りをしようとしてるんで、これはおまけですよ。おまけ、釣れればいいな、いいなってとこで。釣れなかったら今日の晩ご飯はなし。なしです。はい、了解です。よろしくお願いしておきます。お願いします。着きましたね。キスとハゼを狙って、うんうん、餌釣りをしつつ、うんうん、もし程よい大きさが釣れたら、うん、それで泳がせもやってみようかな。その竿を置いときながらルアーを投げると。結構欲張りな釣りですね。はい。せっかく来たからには何かを釣って帰らないと。そうです。晩ご飯がかかっております。はい。何を追うかよね、全く知らない、初めての海なんで。おい、なすか、砂地っぽいのでちょっとワインド一択で、俺が持ってきた今回の仕掛け、もうほんと必要最小限でちょっとずつしか持ってきとらんです。ブラックリニッシュ、ジグヘッドのちょっと大きかとから軽かとまでからこんな感じで、ね、で、こいつはサビキ用でバインド、泳がせ申しする時もあって一応これ、あ、もう自分の持ち物強化したことなかけど、こんな感じっすよ。だいたいどんなセットにも合わせれるように準備はしとるんですよ、いつも。絶対視聴者さんが知りたがってると思う。あー、ほんとっすか。あー、かもしれないですね、確かに。あとこれ、イワシ、くるくるイワシ系よったらこんな感じ。ちょっと極奥のやつ、フローティングミノ、ほぼフローティングミノの、これちょっとしか潜らんちゃうね。これめっちゃ表層。これ一番トップ。それぞれ深さのレンジ違うだよね。シンキング、フェンシル、ボーズレス、タングステン。これむちゃくちゃね、飛距離も出て、これタイも釣りました。青物も釣ったやつ。てな感じです。さあ、頑張ろう。まずは何狙いですかね、これを。キス、ハゼ。餌でキスが釣れればいいけど。お、マジですか。来たすか。おかしいな。おかしいな。めっちゃ軽いぞ。軽い。めっちゃ軽い。これちっちゃいキスなんじゃないの。お、釣れた。おー。違うか。おー、ピンギス。砂利目の方だね。おー。いやー、これ針飲んでるね。どうしよう。ガッツリ飲んでるやつですか、これ。これ無理すると泳がせらんないもんな。食事をすか、これどうしますか。 4K って書いてある。いいカメラで撮られてる。普段のドラマよりもいいカメラで撮られてる。そうなんですか。 4K のカメラじゃ撮らないよ。あ、へえ。キスがもう泳げる状態じゃないですね。どう、泳がないよな。もう泳がんですね、多分ですね。これで OK です。見てもらって、ちょうどこのキスを大人3人で分け合うことになったら。このキス寂しいもんね。ちょっと寂しかったね。もう頑張らないと。これなんか来てるよ。ビクビクいってる。だけどキスじゃないな、これ。キスじゃない。3人で。あれ、キスだ。2匹釣れとるじゃないですか、これ。おお、来た来た、すごい、おめでとうございます。マイクロジグぐらいだ、これ。マイクロジグ。これどうするんですか、泳がせ。どうですか、これまた針飲んでるよ。また飲んでる。これ泳がせる。これするの。地元のやり方で、もうナオさん流で。いや、これなんかどうするんですか。泳がせっか、せっかくだから泳がせるんすか。おお、大物ロマンズね。釣りロマンをね、釣りロマンをですね、求めましょう。ちょっとサイズがちっちゃいね。うん、でも十分でしょ。ほら、キス。あ、これ来て、綺麗。また来た。なんだなんだ、連発じゃなかすか。当たりがあるだけか。連発じゃなかすか。加えてねえか。加えてない。あ、
外れたかな。あーね、かかとかかと、あ、またキスだ。すごいすごい、やったやった、すごいすごい、4匹目速攻流すか。おめでとうございます。すごい、佐賀で釣っても千葉で釣っても、はい、安定のこの小ささです。こんにちは。あ、こんにちは。参戦ですね。参戦です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アキトです。アキトさんですね。はい、皆さんのお友達の、はい、アキトさん。ちょっと素人なんでよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ行くよってやると、もう飛行機速攻で予約取って、今日10月17日やからですか。はいはい、11月17日と取ってるか間違えて、チェックインカウンターで、はい、お客様この搭乗来月ですけどとか、え、マジで、もうあと、もうあとそこ40分とかなしかなかったですよ、やべえってなって。そう、触っちゃいけないやつっすよ。まさかの、まさかのゴンズイスか。初日の締めは毒魚。もう仕掛けがえらいことなんてないかと思ったら、こいつが結構な量刑じゃなかっすか。いいサイズだね。いいサイズっすね。鯉はこの場所でもうさばいていかんがのやつっすね。あ、確か。どこに毒があるの。ですね、こう置いてもらってますか。ハサミでジョキジョキジョキって切らんかんとですよ、ね、これ。危ない危ない危ない、もうこれ危なかったですね。危ないね、これね。もう危なかったです。もうポイしますか。ポイとか、いや、食べよう。食べますか。ちょっと待って、一応調べます。本当にこれ病院送りなんですよ。え、これ前ミノカサゴに指刺されて、うわ、2ヶ月腫れてたからね。うわ、触ったんですか。いや、危ないからって言ってたけど、はあ、子供に見せたくってビニールに入れてたのよ。で、最後クーラーにやるときにチクって刺さって、うわってなって、それで2ヶ月腫れたから、ね、痛い。じゃあゴンズイ、ちょ、今から調べて、うん、ちょっとそこ切りますね、おい。はい、ここにある、ここ毒針、これここの部分、うわー、うわ、こう痛い。ほら、山田さん、ここ、ほら、ここ、まず、それか、ここの、これ、それと、ヒレのここに、これ、うわ、ブリッシュ、こいつを、こいつですね、こっちも、ここ、これだけ切っとけばよからしかです。そんなに少ないの。この3本らしかです。他のとこには毒はなからしくて、うん、OK と。この口の周りの、これは大丈夫なの、うん、問題なさそうですね。筋場でするとき、基本的にここからこうジョキって胸びれまでかけて、うん、切って持って帰るらしいですね。なるほどね、はあ、切る、切っときますか。切っときましょうか。これでも美味しそうっすよね。ね、意外と美味しそうっすね。なんかキスと一番大きいのがゴンズイ。ゴンズイでかかったっすよ。でも大物だよ。はあ、大物っすよ。顔じゃなくて手で手繰り寄せたからね。いや、仕掛けが超絡まって何事かと思ったら、本当っすよ、こいつが暴れまくってたって、暴れまくっとったっていうやつ。帰ってきましたね。はい、超過。やめて、つかないで。これ全部直さんの超過っすよ。あれ、俺しか釣ってない。そうですよ。大きくした方がいいですかね。うん、そうっすね。大きかっすね、怖い。画面いっぱいいっぱいやなすか、怖い。これを天ぷらにね、しましょう。クトさんに今カメラ持ってもらってますけど、すいません、助かります。普通はね、それでこうしたから。ゴンズイ食べるの初めてですか。初めて。アクトさんも初めてですか。初めてですね。ですよね。いや、見てくださいよ、ゴンズイ。美味しそうじゃないですか。プリプリっすよ、マジ。ほら、おつくり、おつくりっすか。まさかの。やめてくださいおつくりいきますか。お米を研いでもらってます。こんなの残ったかな。美味しそうじゃないですか、身は。見てほら、うわー、美味しそう、ね、色のすごいプリプリっすよ、これ。あの、柔らかそうね、めっちゃうまそうっす。時間割り、お、できました。もういい感じですね。適度に釣ってきたばっかのキスですからね、怖い。おお、うまそう。これも少なめにする。あ、うまそうですね。揚げたてはもうやっぱりですね。お、せっかく情報で味わってくださいってやつですね、これは。匂いの出るテレビとか出そうな感じするんですか、なんかこう。さあ、この大きなやつ。重いの。わ、このゴンズイの身、なんか見る代わり美味しそうっすもん。ほんと、うまー。
これはなんかなんだろうな、このナマズゴンズイ缶ゴンズイうまそう。これうまかっすよ、これいい匂いしてる、ね、うん、油が乗って美味しいって書いてたっすよね、うん、ほら一番でかい、うん、ゴンズイでかゴンズイでかさあ、できました。できましたね。完成です。ステンとゴンズイの天ぷらね、初めてですね。初めて、初めて、初めてのゴンズイ。じゃあどれからいきますか。やっぱりやっぱり、はい、マザキスでしょ。マザキスから。はい、じゃあ二人ともじゃあ箸で掴んでもらって、はい、キスます。いただきます。いただきます。キス。あ、もう一緒だ。うん、どうぞ。美味しい。おう、おう、うん、うん、天井ですね。もうなくなったけどな。頑張って二口にした。美味しい。そしてここですよ、ゴンズイですよ。キスまでは多分食べたことあるはずだけどですね。結構身が分厚いもんね。は、分厚いです。いただきます。いただきます。どうぞ。ドンピシャなタイミング。うん、ゴンズイ美味しい。うまい。おお。ふわふわっていうよりかね、とろっとろ。とろっとろな感じですか。え、うまそうっすね。うなぎんごとしととろホッケみたいな、ホッケの、とろホッケ、とろホッケ食べるの、うん、はい、よかったっすね。ちょっと食べてみてください。よかすか。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。どこべってよかすか、これこっち、はい、いただきます。うん、うん、あ、うまっ。これうまいっすね。揚げたにもかかる魚の味のしっかりする。で、生臭さとか一切なく、なんじゃ、うまかす、これこれ気をつけて。うまみがすごいあるよね。うまみだらけと思うんですか。これ気をつけて、毒だけ、ね、毒だけ気をつければ、うん、これあれですよ、良い子は真似しない、真似しないから、真似しないから危ない、危ないよね。つっても刺さったら病院行けですよ。はい、ね、なんで、ちゃんとしかお父さんと一緒にお父さんも危ないし、みんな真似しない。でもこんな美味しかったらみんな食べたいっていうね。うん、困ったな、困った。参りました、ゴンズイ。びっくりした。どうぞ。何さんですか。こんなに身がさ、トロトロでさ、美味しいもん。いや、美味しい。ゴンズイうまい。今日はゴンズイがチャンピオンだったもんね。はあ、ゴンズイもっと釣ってほしかったこれ。今から行くか。今からもう一回、もう一回ゴンズイ釣りに行きますか。さあ、今日が本番っすね。僕ですか、あれ。東京観音っていうらしくて。来た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 。無理に当たったかな。やったやった。はいはい。おお、マジっすか、マジっすか。タイミングが、おお、すごい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 。あ、来た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 。おい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 。おお、来たっすよ、ローさん、ローさん。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。